パーダンサートーク。今回のゲストはマザー静香さんです。よろしくお願いします。今回は打つ編ということで、ダンスの、経歴みたいなものかな聞いていきたいなと思います。そもそも静香さんはダンスを始めたのはおいくつの時からですか？ごめん、16歳の時。 16?、うん、ちょっと遅いですね。ちっちゃい時から踊ってるとかじゃなくて、高校生の時ってことですか？高校生、うん、そのぐらいだった。16からダンスしようってなったきっかけは何だったんですか？きっかけはね、何ですか？きっかけはめっちゃ聞きたいや。いろんなパターンがあんねんけど。パターン、うん、ちょっと現実逃避と思春期だからね。そうショーとかを見に行った時に、あの同級生がね、歌ったりしてたの。歌っててバンドをやってて、かっこいいねと思って、なんでこんなに頑張ってる人が近くにいるのに私はなんかこんなに現実逃避してるんだみたいなと思った時に、こうストリートで踊ってる人を見て、はいはい、あ、この人たちかっこいいって思って、そこから、なんか自分でどっか突っ込んでたかな。その時住んでたのって、大阪市内に住んでたんですか？どこ？神戸市内。神戸だ。出身なんです。神戸の方だ、うん、なるほど。そうで、そこからお父さんがね、なんかある日さ、はい、こんなそこでね、こんなさ、あの紙を渡してきたの。私に紙、はい、そう、紙切れを、紙切れ、はい、で、何これって言ったら、お父さんがわしらはな、海外に進出するべき人類じゃんみたいな、そうね、なんか言われて、お父さん、なん、え、とりあえずお前はこれをかけって言われて、え、何って、まあ、とりあえずお前の名前をここに書けって言われて、え、契約書みたいな。そうそうそう、書いたらそれがね、パスポートのね、ルイだったの。ああ、なるほど。そで、そこで初めてなんか海外っていうものにこうちょっとこう、お父さん、え、お父さん、お父さん、そうなんかぶっ飛んだことを言い出しましたけど、お父さんもなんかじゃあ、え、行こうみんなで家族でみたいなことですか？あ、うん、全然行ってらっしゃいみたいな感じで行ってらっしゃいっていうか、なんかそういう視野もあるんだよっていうことを教えてくれて、送り出すためにってことですか？そうで、そっから16、18ぐらいかな、それが確かそのぐらいで、そのパスポートを、持ってアメリカに行ったの、はい、何回か。マジっすか？え、じゃあ最初ちっちゃい時からもうダンススタジオで習ってたうんぬんとかじゃなくても、急にダンス経験ないけど、うん、もうあんまない中、アメリカですか？ロサンゼルス。そう、ロサンゼルスに行ったんですか？そう、16で友達と2人で行ったのかなで、なんかじゃあダンスしてくるわって言ってすごい、そうパパのその決断とか判断が面白っ。面白かった。面白いですね。そう、私ファンキーパパやからさそうなんだ。ファンキーパパなの。政治通りだな。でもそこでさ、はい、ダンスを、まあ、行くじゃん、うん、でさ、まで行って、はい、どうするんですか？なんか とりあえず分からへん。その時は英語も喋られへんし、ね、何ももう手振り身振り身振り手振りってでダンススタジオ着きました。そこのその時エッジかな、エッジっていうダンススタジオで、何も分からへん中、じゃあ受けますって言って受けたのが、はい、なんかね、みんなすごいタイトなさ、うん、レギンスみたいな、そう、はい、で白い感じで、うん、なんかこうやってくるくるしてんのよね。あら、で、なんかクロスフロアっていうの、はい、っていうのをやってて、うん、で、なんかここは自由なことをやっていいんだよみたいな感じに私は捉えたの。おで、なんかすごいみんな、だってね、みんなさ、すごい自由にさ、クロスフロアをしてるわけ。自由なんですか？ジャンプしたり、くるくるしたり。だいたいダブルとかしてねとか言われるでしょ？うん、なんか自由に、自由に。なんか多分、ね、なんか好きなものをやってみたいな。へー。で、私はね、その時なんかチキンがあるじゃん、チキン。あー、みんなやってた、みんなやってた。チキンで、もう、ずっとこれでさ、斜め横断したの。シュール？そしたらさ、シュールや。そしたらさ、みんなウェイってなって、で、ウェイってなって、そう。なんかびっくりもな、みんなさ、パツのやつ履いてんねんけど、私はさ、すごいダボダボのさ、シャカシャカいうやつをさ履いてるわけよ。いや、たまにそういう方いらっしゃるね。T シャツレイクラスだよとか、コンテンポラリークラスだよね。ザ・ヘパーみたいな。みんながイエイって言ってくれたから、え、なんかすごい感情を得て、
ね、表現って自由なんだと思って、でその時にまあ初めてバレエってこういうことなんだよとか、ああいうことなんだよって後で分かったんだけど、あそうなんだ、そう、でそっからなんか楽しくなって、すごいダンスをこう自由になってこう伸び伸びやるようになった。フリースタイルとか、うん、とか、まあでもレッスンには通われてたんですよね。そう、いた何年間行ってたんですか。あでもね、ビザで戻ってきて行ったり来たりをずっと繰り返してたから、もちろん学校もあるよ。あそうだ、そうだ、学校の休みのタイミングを狙って待って行って戻ってきてみたいな感じ。あなるほどね、長い休みが学生さんありますから、うん、それを使って行ったり来たり、楽しそう、楽しかったそうですね、させたい子供に、うん、すごいお父さんの判断めちゃくちゃ面白いですね、うん、そしたら私はね、静香さんとの出会いというか見かけた印象は、もうすでにこう大阪の、まあ、やっぱこうバトルコンテストシーンみたいな、うん、ところでお見かけすることが結構私印象的だったというか多かったんですよね、うん、イベントかぶる、コンテストかぶる、バトルがかぶる、いらっしゃるみたいな、でなんかオーディションも、オーディションA ネーションのオーディション、 A ネーション私も確かに3回出てるんですよ、うん、あのピンクの、ピンクの T シャツの時ですか、うん、あはい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 、うん、あの時だからこう結構ファンキーな、その時も髪型の時ですよね、朝の時代な、そう、リネーションも覚えてくれてるんですか。うちもなんか結構派手な感じだったんですけど、すごいオーラやったもんね。オーラ、オーラなんかすごい、もうなんか私ダンスしてますっていうさ、見てくれみたいな、何でか選んでくれみたいな、すごいその懐かしい、うん、A ネーション多分懐かしいと思ってる人いっぱいいますわ。いるかな。見てる人。うん、そうあれね、オーディションでも関西で受けられるっていうのはなかなかなかったじゃないですか。だから私も結構その。初めて受けた時は、まあ、落ちてるんですよね、その時のオーディションは。その時千春さんですよね、あのパフォーマーの TRF の千春さんに言われたのは、あなたね、一人で踊るんだったらそれでいいけど、こうみんなで踊る、まあ、群舞ですよね、 A ネーションってすごい大人数でこう大きなステージに立たせていただくんですけど、もうみんなで踊るから、その今回のオーディションでは取れないって言われて、うわあ、わかる。その時はすごいフリースタイルとか、それこそバトルとかにすごい出てるのが好きな時だったので、うん、みんなと一緒に踊らないといけないっていうこともショックだったし、それでまあ落ちてしまったっていう悔しさ で、うんうんうん、でその後こう繰り返しオーディションを受けて3回も出ちゃうっていう流れになるんですけど、分かってくれます？分かる。もうユニゾン命みたいな自分の色を消すみたいな感じじゃん。だからそれをどうなんか使い分けるかっていう部分で一回悩んだ時はあったかも。あ、ありました。そう。でも最終的に自分は自分なんだっていうことはなんか答えが出た。なんかでもそういうなんか発表会とかに出てるとか、うん、そういう印象も当時あんまないんですよね。うん、で何か振り付けを踊らないといけないっていうのを踊ってるっていう印象は、私やっぱりバックアップダンサーとかをしてはるときに、あ、静香さんがフリースタイルじゃなくて誰かの振り付けをみんなと一緒に踊っているっていうのがちょっとびっくりしたというか、そういうのもやられるんだというか。そうか、はい、私ね、なんかのりさん、ナスティののりさん、のりさん、そう、のりさんに、ですよね、そう、ずっとお世話になってて、はい、あ、そうなんですか。そう、あとギャラがひろこさん、ギャラがかっこいい。もう女前だね。結構強いこうファッションをお持ちの、あのザ関西のフィメールダンサーっていう感じがしますよね。そうですね。そう、その2人にね習ってました。あ、そうなんですね。そう、誰かの、あの生徒さんなんだろうなとか、師匠が誰々さんなんだろうなっていう、そういうダンススタイルでもなかったんですよね。うんうんうん、本当にこの方独学なのかな。どこにもハマらないような結構パフォーマンスをしてたイメージの方が強いです。それこそだって、あの大阪ダンスディライトとかもタイトル優勝ですよ。なかなかすごいメンツが出てる時に優勝してますからね。恐ろしい。あれとか、あの時の審査員も結構あのちょっとビビってしまうなっていう大御所の審査員だったと思うんですけど、あれもやっぱりびっくりする。びっくりした。そこもそういうのもしっかりタイトル取りながらも、なんかそういうエンターテインメントの方というか。なんかそうやってバックアップしたりとか、まあ、その海外の行き来があったりとか、なんかそういうことをいろいろされてますけど、うん、なんかそれに関しては
どうですか、もう自分が興味のあるもの、もダンスだったらダンスだけじゃなくて、うん、もういろんなこうエンタメが好きなんですか、静香さんは。あ、なんか人を喜ばせるのが好きだから、はい、こうあまりそのコンテストに出て、じゃあなんかもう優勝絶対するぞ、まあ、もちろんそういう気持ちもあるんですけど、はいはいはい、それ応援してくれてる人たちに対してもう踊るっていう、うん、その人たちが喜ぶならもう踊るみたいな、なんかその人たちを笑顔にさせたいとか、はいはい、なんかそういう気持ちの方がやっぱ強くって、なるほど、だから、あ、なんかあいつ出てきたってなんかまたなんかそこで笑顔にそうなってくれたらもうそれだけでよしだし、はいはいはい、だからあんまりそこの地雷と優勝しましたっていうので、なんかそこからなんかこう優勝しました感じゃなくて、でもディライトに出た人はもう毎年ディライトにやっぱ出続ける印象もあるじゃないですか。あ、確かに。でもなんかもう、うん、すいません、優勝までしたけどなんかもうどんどん次の新しい畑というか場所に行って、まあ、もうファッションもそうですし、なんかそこにとらわれずいろんなことをされてるなっていうイメージがすごいあったんですけど、うん、そっかそっか、誰かの笑顔が見れるパフォーマンスがしたいなっていうところがあのこだわりだったので、まあ、特にこうコンテストにこだわるとかそういうことではなかったんですね。大阪だったらずっと大阪にいるとか、やっぱ今まで自分がこういる家族だったり、生徒さんだったり先輩だったり人っていう地元にやっぱ落ち着くと安心感もあるっていう人もきっといるじゃないですか、うん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 、でここ地にある意味地に地方に足つけてやるっていうスタイルじゃなくて、結構勇気あるというか、どんどん行動力を、今回のこのオファーもそうですけどすぐ行動する、すぐ違うことやってるっていうのが、うん、結構なかなかね、うん、多くの人ができることではないのかなと思うんですけど、なんかね、その何か踏み込むことって結構勇気がいるじゃん。いりますよね、環境が変わるので、うんうんうん、でも本当に踏み込んでみないと分かんないことだから、うん、そこに行ってみて、やっと見て自分で感じてから物事言いたいし、なんかまた違うことやりたいしとか、なんかこうやっぱあるんだよね。そこにずっとステイしてて何も変わらないままなのか、もっともっといろんなことを取り入れてまたステイしてたところにこんなんどうですかみたいなプレゼンするのかによって、やっぱどん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 人って、あとまた来年再来年とかさ、10年後とかさ、変わってないってことは、なんかまあキープも持続もすごく大事なんだけど、なんか常にやっぱいろんなことを、うん、チャレンジしたいんだろうね。そういう、まあ、それが一番こうワクワクするというか楽しい、うん、生きがいの生きがいなんでしょうね。